はい、ようやく揃いました。救急がいっぱい。よかった。第3の宝箱解放しました。なんか片手までやってたら急に落ちたって感じでした。気づいてよかった。やったよ。はい、どうも、妖怪ウォッチプニプニ、今回もやっていきます。無課金攻略、ようやくっすね第3が集まりやした。まあ最初にねお見せした通り99が99押すとこんな感じになるんだ。あ、そっか、横取りする必要がないからか。はい、なんで最後のこのね1個目がなかなか落ちなくて、もう6日目かな。はい、今ケータキュンのねガシャってますけど、あ、5日目か。はい、なんとか横取りなしでね第3まで行くことができました。なんで、まあ、まだねミッションとログインボーナスで受け取ってないチケットが4枚あるので、これねまだ横取りチケットゼロなんですけど、横取りゼロなんですけど、まああとね4枚ログインボーナス9日目とミッションでね3枚もらえるので4枚ね、なんで12枚あるので、今後のねちょっと横取りの展望としては、まあ前回はねこの交換が1枚しかできなくて2枚少なかったんだよね。なんでまあ基本今回はねワクワクボックスね1個私ドロップしてるので、まあ今マックス12なんですけど、前回はね9枚だったんですよね。でワクワクボックスでこれねなんとか落ちて、前回私はね10枚でクリアしました。45が6個までねドロップさせて2枚ずつで、67が5個までドロップさせて3枚ずつで4610のね、はい、10枚でクリアして、4610じゃねえな4710のね10でクリアしてますと。で今回は12枚あるので、もうね4567333333でいけばいいと思うんですけど、だから5個までねドロップさせて、ただやっぱりね今回まあよくある傾向なんですけど、あの閻魔武道会とかって横取りチケットドロップする分あんまりあのお宝ドロップしないじゃないですか。それと同じように、まあ、前回はねまあ、前回そもそもこんな3で苦戦してませんし、第4もね6個目どころか5個目もね落ちるのかなりね、まあ、これから大変だと思うので、それがね567でもねなんか同じ感じになると思うんだよね。なんか基本私のねなんとなく、いやなんとなくというか今までの経験上の話をすると、いや4567もね4個までしかあんまり落ちないんじゃないかなっていうね、そんな感じがしてて、5個目を落とすのはこの3個目の最後を落とすぐらい大変なんじゃねえかなっていうね、なんかそういう予想というかね、はい、そういう感触があるので、なのでねちょっと4の宝箱はまあ5個で、まあ5個落ちたら嬉しいんですけど、一応ねここ4台の宝箱も6個目を目指して、まあ、もうちょっとね情報収集してよろしかったらねコメントなど教えてほしいんですけど、まあ、567もねいや割と5個落ちるよっていう目処が立ったらね、まあそれで行こうかなと思うんですけど、結構この第3がねえぐいぐらい落ちなかったのでちょっと心配ですね。ということなんでね、まあもしね無課金でやってる人がいたら、まだ一応5日目なんで、まあまだ無課金でやるんだったらまだ、まあ私月曜日になったらこれもう第3も横取りしちゃおうかなと思ってましたが、はい、まあ一応落ちたんでね、一応第1関門は突破したかなっていうね、そんな感じですかね。でだから第4もまあ火曜日ぐらいまで頑張るかななんで結構ね落ちないんでやっぱ時間かかるんでね、
で今後の進め方としては9日目にね、おそらく9日目に横取りチケットがゲットできて、これでマックスになるよね。で13日か12日がラストチャンスだと思うので、まあ12か13までにはねできたら終わらせたいなっていうねところがあるので、まあだから大体2日ずつですよね。うん、なんでまあ第4がまあ割と大変なので、前回も第4大変だったんで、6個目落ちるのが前回で大変だったんで、多分今回ね6個目落ちないと思うんだよね。相当私自動周回してじゃないのでまあ割とやってる方ですけどね。なので4567で4を決着して、で前回ね私ね第5のお宝超ラッキーだったんですよね。1日で終わったんですよ。1日で1桁ドロップで6個目が落ちちゃったんですよね。だからその運があったんで、それは多分今回はないと思うので、まあ7までやって、7までが4、8まで8、9、5で10、11、6で12、13、7みたいな、なんかそんなローテーションかな。はい、そんなローテーションを私考えて、それで損切りというかね、はい、それでやろうと思ってます。まあとにかくね、一応一応ね、ワクワクボックスはまあね、あんまりね私ね、まあ一応ね前回の元気ドリンクがね視聴回数2回でダダって2個来たので、まあちょっとそれもワンチャン期待したいんですけど、まあねほんとね2個落ちないっすよあんまり。なので1枚もう私来ちゃったんでね、やっぱり12枚で考えてやっぱり配分していかなきゃいけないかなと、はい、思ってますので、まあ一応ね第3のお宝をねなしで突破はできたので、まあなんとかね12枚で、まあ最悪3333だから全部5個ドロップさせるみたいな形でねやっていきたいなと思います。まああともうここまで来ると横取りされたらもう最悪なので、とにかく真ん中は閻魔にして、とにかく取られないこと、それを注意しつつ、もうね落ちにくいやつ取られたらもうおしまいなんでね。なのでまあ真ん中を閻魔にしつつ、そうですね、もう最悪3333でいくみたいな、それが一番いいのかなっていうね。だから全部の宝箱は5個ドロップさせるって感じで、はい、でさっきの日程切ってで6個目はそこで諦めるみたいな、うん、なんかそんな感じでやっていこうかなと思っております。なのででも多分ね今回の第3の宝箱の、そうだよな、これ落ちるのに何日かかったんだ5日かかったんか5日かかったから、いや無理だな、結構きついな。ただからさっきの7日目までに、7日目までに第4のお宝5個目が落ちるとあんま思えないんですけど、はい、まあとりあえずね、はい、周回頑張ってなんとかね、無課金攻略、なんといってもねとにかく剣王のこのスキルがね最強なので、まあ剣王、あこれ違うやそもそもね剣王をゲットできるか分かんないですけどね、この勇ましの種族効果アップなんて一生このゲームが終わるまで使えるんで、はい、なんとしてもね、まあ今回ね剣王をゲットできなくてもスキル2さえあれば、はい、いつでも最強勇ましょうかい作れますんでね。なので、まあ、ちょっとねできたら頑張りたいなと思っておりますね。困ったねはい、まあでもしょうがないね、こんな感じで多分ね6個目どころじゃないような気がするので、多分だよこれからちょっとやってみるけど、第3の宝箱ねもうちょっと諦めようかなと思ってる人は、まあ月曜日ぐらいまでは頑張って、私ね、もともと予定してたんですけど、月曜日ぐらいまでは頑張ってもいいのかなと思いますね。そうしないとね、どっかで6個落とさなきゃいけなくなるので、とりあえず第3は、
ね、揃うことはみんな分かってると思うので、ね、なんとか頑張ってほしいと思います。私も頑張ります。で今回はねウォッチのねパーツも関係してくるので、まあ、ぜひねそれも含めて今回ね横取りコインもあるしね、あ横取りコインじゃねえや選べるコインもねあるので、はい、ぜひこれもね楽しみにして頑張りたいと思います。はい、じゃあ今回こんな感じにしましょう。とりあえずねワクワクボックスなるべく見てなんとかね落ちてほしいなという祈りも込めてまた頑張りたいと思います。はい、じゃあすいません、またお会いしましょう。さよなら。いや5個落ちるんかな今回、5個目すら落ちないような気がすんな。ちょっといろいろみんなの意見集めたいと思います。ツイッターとかでいろいろ聞いてみよう。